そうだね。その瞬間、永遠とか心とか魂とかいうものがどこにあるのか分かった気がした。13年間生きてきたことの全てを分かち合えたように僕は思い、それから次の瞬間、たまらなく悲しくなった。明かりのそのぬくもりを、その魂を、どのように扱えばいいのか、どこに持っていけばいいのか、それが僕には分からなかったからだ。僕たちはこの先もずっと一緒にいることはできないと、はっきりと分かった。僕たちの前には未だ巨大すぎる人生が、暴漠とした時間が、どうしようもなく横たわっていた。でも、僕を捉えたその不安は、やがて緩やかに溶けていき、後には、明かりの柔らかな唇だけが残っていた。その夜、僕たちは畑の脇にあった小さな納屋で過ごした。古い毛布にくるまり、長い時間話し続けて、いつの間にか眠っていた。朝、動き始めた電車に乗って、僕はあかりと別れた。大丈夫だと思う。絶対。ありがとう。あかりも元気で。手紙書くよ。電話も。あかりへの手紙をなくしてしまったことを、僕はあかりに言わなかった。あのキスの前と後とでは、世界の何もかもが変わってしまったような気がしたからだ。彼女を守れるだけの力が欲しいと強く思った。それだけを考えながら、僕はいつまでも窓の外の景色を見続けていた。以上何を失えば心は許されるの？どれほどの痛みならばもう一度君に会える。 One more time。 季節よ移ろわないで。 One more time。 ふざけ合った時間よ、違う時はいつも僕が先に折れたね。わがままな性格がなおさら愛しくさせた。 One more chance。 記憶に足を取られて。 One more chance。 次の場所を選べない。いつでも探しているよ、どっかに君の姿を。向かいのホーム、路地裏の窓、こんなとこにいるはずもないのに。願いがもしも叶うなら、今すぐ君の元へ。できないことはもう何もない。全てかけて抱きしめてみせるよ。遠野高木です。親の仕事で転校には慣れていますが、この島にはまだ慣れていません。あんた本当何も考えてないよね。遠野くんのことだけね。あいつ絶対東京に彼女いるよ。そんな
カナエの進路ちゃんと相談に乗ってやんなさいよ。ぼんやりした子なんだから。大丈夫よ、あの子ももう子供じゃないんだし。遠野くんがいる場所に来ると胸の奥が少し苦しくなる。秒速5センチメートル。